ちら、富山から高岡の氷見青山ガーデンに行って、福井の、はい、こっちですね、福井まで行く予定です。こんな感じです。2年ぶりに氷見青山ガーデンにやってきました。1月1日に被災されたね、青山ガーデンさん、被災地の方がね、だいぶここに逃げてこられたんですよ、被災された方が。わあ、今最高ですね、バラが。はい、じゃあお邪魔します。青山ガーデンのね、オーナーのマスイさんです。ちょっとね、こんにちは。こんにちは、マスイさん。そう、よく強いだけだね。ありがとうございます。病気したってなんか聞いてたから、はい、大丈夫なのかな、元気かなと思ったら、そんなに元気だってよかった。ありがとうございます。足すすはいになってました。オーナーもう枯れてるから、本当に。いやいや、あのね、ここにね、はい、門柱みたいな竹で作ってね、はい、それで穴開けて、そこにまたバラを刺してね、はい、でまだ、あ、まだいいように、そういうのも作ろうかなと思って、はい、今、ここに座って、はい、今日の待ってる間も何かしたっていうね。すごい。でも松井さん、これ全部手作りですよね。そうなんですよ。でもちろん、すごいですよね。これが手作りとは思えないでしょ。この広大な広さのところ、松井さんこれはね、れたの沖縄から持ってきたの。沖縄から持ってきた。これシーサー。シーサー、あ、シーサーっぽい。沖縄でもこんな大きいのないです。本当だ。ここに僕の友達が作ったんです。友達が作ったって、もうすごい、あの、そう、 お金出してね、すごい、あの、つながりですね。沖縄の有名な方がね、あの、作ってくれたんです。あ、そうなんですね。名前も、ね、言われ書いてあったんだけどね。すごいですよね。あの、植栽もすごいですね、宿根草の。すごい。これは、でも息子はね、息子さんがね、あの、宿根草だとか一年草やってて、僕はね、はい、今、永禅担当。ああ、そうなんですか。こちら、こちらの永禅をしてくださ、はい。すごい。あそこは富山湾ですか。二度目だよね。二度目、そう。全然こんなに、あの、晴れてなかったんですよ。あ、そっか。4月だったからお花もなかったの。え、でも、あの、チューリップは咲いてましたよ。あ、そうでしょう。そう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 。あ、だから今日が一番いい日で。昨日はめっちゃ雨だった。雨だったんですよ。そうそう。風で。丘陵公園で雨だったけど、うん、でもかった。この一番真向かいが富山市なんです。はいはい、富山市、今からだね。取ったところです。あの橋も、あの橋取ってきた。うん、あ、橋取ってきた。ね、あ、見えるでしょ。うん、あ、あそこ取ってきたの。うん、そうね、あそこ、あそこ、あれ。市民の富山市。うわ、あ、いいですね。真ん中に見える。海洋まで見えてきた。そうですか。すごい。地域の青い橋通って。アスカルだったら、僕に言ってくれればさ、ニオタに泊まらずにさ、はい、あそこにほら、はい、ニオタに泊まらずに、あ、天原市とこの、はいはい、岬の上に、はい、あ、ホテルなんです。磯花火って聞いたことない？磯花火？あそこなら温泉付きのさ、はい、僕のところ隣だから、部屋にとりあえずすぐ泊まれる。あ、そうなんですか。あそこは僕の位置なの。そうなんですか。あれも僕が作ったの。道の駅は市役所に作ったけど、あれの構想全部僕作った。すごいでしょ。ねえ、おみなすごい。あそこは僕のね、あの、うちなの。そうそう。あそこは僕が頼ってんの、前に。あ、そうなんですか。うん、女の家を。通ってきたんです。あ、そう。ねえ、そうそうそう。ちょっと降りる暇なかったから、あれ、あれね、東京の人がデザインしてくれた。すごいですね。あか抜けたデザインですね。そうですね。うん。そうね。ゴルバラがいっぱい。うん。よいしょ。ゴルバラ。普通のあれじゃないの？ちょっとピンク？香りがする？あの、来る時に。俺、鼻悪いもん。あ、香りがする。あ、すごい香りがする。ゴルバラ。これ、あの、ノバラじゃないの？ノバラでしょ？香りがするノバラ、珍しい。ノバラじゃない？僕ノバラと思って。ああ、す
くい。ちょっとピンクがかってるよね。ピンクがかってるし香りがする。いいな。僕はまあ話聞かないから。あんな、これラバーズハート。お、ここに書いてある。ラブハートじゃなくてラバーズハートか。これはあれじゃん。アンジェラ？アンジェラじゃん。アンジェラ、うわ、巨大ですね。これ一番いい時。一番いい時ですね。去年は何でも分かったね。咲いてなかったですね。初めてだこれ。あ、初めて。これは何ランブラーですか？うわ、すごい。ポールヒマイラヤ。あーすごい素敵です。素敵ですね。すごいね、香りに包まれますよ。同じのがあるからね、社長教えてったって。もうこんなにすごいモリモリ。これ今井さんと坂本さんが植えてったんだよ。そうなんですか。これを俺が管理してるのね。社長管理すごい頑張ってる。こんな上まで。これどうされてる。花子はほったらかしだよ。ほったらかしで咲くの。そうだよ。そうだよ。いろいろやってて。はい。だからこれ育つのね、いっぱいだよ。育つだけで大変で。え？もう育つ？これに。これ。アンジェラ。ここの手真似しました。うちのずっといいじゃない。何も入ってない。すごい。すごい。そんなにバラ、ここのバラの話題で盛り盛り上がりです。主催さんと盛り盛り上がり。あ、素敵。あれ、入って多いで君に行くの。もうね、花をみんな先生もせずに。あのね、一番大変なのはね、紙切り虫が入るの。ああ、なるほど。それでね、この3年ね、4、5年前に入ったんだから、これ全国的でやったんじゃないかな。そうですか。だから気がついたら、雪囲いするのに、こう縄で縛るじゃん、こっちね。そしたらボロッと取れちゃう。あ、これは雪囲いするの？これはしない。しない。これ、燃やしたはい？燃やしたはい。何を燃やしたはい？何でもいい。何でもいい。ナイロンだとかノーマルじゃない。ナイロンは、それは嫌だ。雪を燃やしたはいです。そうそうそう。根元に。ゴミを燃やしたはい。はい。を巻かれたら、巻かれてますね。巻かれてるでしょ？カミキリムシが来ない感じがする。そうなんですって。アルカリ性でね、なんかね、そんなような気がね、してるの今。まあでもオーナーがね、そう、すごいですね。東京、ほら、東京、電力の福島の、はいはいはい、そこのからね、これ直線でね、8キロのところにね、双葉バラ園っていうね、40年間やってたバラ園があったの。それでダメだったの。ほら、逃げていかなきゃいけない。それで1年後に行ったら全部枯れてた。それで残ってたのはピンク色のあるでしょ、はい、そこにあれがね、一つだけ生きてた。それを移植して、ここに結構今増えたの。あれから十何年だ。それでここにその、あれはね、ガーランドって言ってね、あれロープに沿わしたの。ガーランド、それが名物の、あのバラ園だったらしい。それで東京の人が毎年行ってて、ぜひ再現ここでしたいって言われて、これ7年目なんです。すごいですね。よく聞いていただきました、ありがとう。すごいですね。まだなんとそこ散歩していってください。まだあっち上上がっていけますから、ぐるっと。ラバーズハートで、ラバーズ、ちょうどね、お話がね、
オールドローズの谷ですね。はい、双葉バラ園さんの再現をしていた、見ていただいたのがこのバラ園でした。じゃあそれここは雪が降るから、雪が降るからね、重い雪降るから、毎年ね、あの外さなきゃいけないよね。ゴールドローズの谷です。はい、監修が、坂本さん監修ですね。そうそうそう、はい、坂本さんが、はい、そうなんです、ね、坂本さんはもう一人だったから来れない。ああ、ね、今井さんとコンビだから、今井さんとコンビだったんですけど来れないと、うん、でも今井さんって東京から来られてた。そうだよ、すごい、年にね、すごい、多い時で4回、3回ぐらい。男性の方、女の人だよ、俺の一つ下、東京からわざわざ、だから死ぬ3ヶ月前まで来てたんだ。新3ヶ月前まで。これ6月に来てて。ここまでね、東京から来られて。新幹線で。お手伝いされてた。そう、全部それでね、もうやめようって言ってもやるんだ。やめようって言ってもやる。すごいですね。これお手入れしに来られるんですか？お手入れしに。そう。すごい。で、今度来るの坂本さんも一緒。一緒。坂本さんは福井から。福井から電車で。高岡駅で合流して。なるほど。なるほど、これはね、ここに作られたんですね。素晴らしい。この方がデザインされてる。かわいい。ラブアズハート。こっちはね、ふさざき。あー、素敵です。はい、ここがね、双葉バラ園さんを再現したガーランド仕立てです。ガーランド、素敵ですね。こんな感じです。はい、ありがとうございます。北海道行ったらね、うん、もう一山つるあじさん、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 すごい、つるあじさんだそうです。こんなにこんなにこんなに素敵なバラのドームです。すごい大型ですよ、これオーナーが作った。すっごい、お用紙があるって、はいはいはい、案内来たの、うん、誰が来たいたら、うん、北九州大学の、うん、教授一行がこんなことをやってる、それをの実証やる言うから、あ、面白いなってて見に行った。すごい。これで見よう見まねで作ったんです。やっぱりできるな。オーナーできるわ、すごい。ね、これ幾何学なんだよ。そうそうそう、すごい。いや、だ彼らこういうパンフレットにさ、なんか書いてあるのよ。うん、いやー、難しかった。でしょうね。素晴らしい。本当、ね、本当が入り口、入り口、ここが。テントをね。テント。このテントはね。うん、あの傘の。ここに。すっごい。あ、私バラを払わせるんだと思った。これぜひぜひランブラローズ払わせましょう。ね、素敵で、ここに座ってお茶するの、はい、いいな。あ、そうしようか。うん、で、カオカインターですね。ここが今現在地、そしてぐーっと行ってこちらの方に行きますね。はい、北陸自動車道を通って、はい、安宅の関を越えて、はい、